解体予定の社員寮を使った救助訓練が行われました。豊橋市消防本部が行った訓練は南海トラフ巨大地震で建物が倒壊した想定で、隊員たちは煙で視界が悪い部屋に入り、声をかけながら要救助者を捜索。エンジンカッターやハンマーなどを使って床に穴を開け、潰れた下の階にいる人を吊り上げて救出していました。この社員寮を使った訓練は今月30日まで行われるということです。